ハンス・ヤーン・ハマーハンス・ヤーン・ハマーは、デンマークの画家である、風俗画の分野の絵画を描いた、コッペンハーゲンに生まれた、ノルウェー生まれの絵画教師、ベルクの弟子となった。1841年から、デンマーク王立美術院で、クリストファー・エカスベアの下で学んだ。1842年と、その翌年に、デンマーク王立美術院から賞を受け、1845年に、 ノイハウゼン賞に応募した作品は、デンマーク王立絵画コレクションに買い上げられた。1848年春に、シュレースビヒ公国の貴族をめぐるプロイゼントの紛争が始まると軍務につき、軍人として働いた。1857年に、奨学金を得て、ローマに留学し、ローマや近郊のアリッチャの風景が多く残した。1874年に、 王立美術院の会員に選ばれた。病気の後、1881年に再び訪れた、ローマで没した。弟のビリアムハマー、ウィリアムハマー、1821-1889も画家となった。ありがとうございます。